もうすぐ夢のマイホームだな。わーい、お引っ越し。ん？なんだママ、嬉しくないのか？もちろん嬉しいけど、ちょっと心配なの。心配？ほら、モカ遊んでるとき、ツルツル滑っちゃうでしょ？フローリングって犬には大きな負担になるらしいのよ。なるほど。新しいお家でもモカ滑っちゃうかな。確か床を滑りにくくするコーティング処理ができたような。そう、滑りにくくするコーティングってあるんだけど、床がピカピカになりすぎちゃうのよね。ピカピカすぎる見た目はあまり好きじゃなくって。せっかく内装にこだわったからな。でもモカのためなら仕方ないかな。大丈夫、セラミックガラスフロアコーティングならあなたのご要望を叶えられます。業界初コーティングの仕上がりの光沢感をお選びいただけます。どちらのコーティングを選んでも滑りにくいのはもちろん、水や汚れ、生活傷から床を守ります。光沢を抑えたコーティングも選べるのね。従来のシリコンタイプとガラスタイプの両方の長所を兼ね備えたコーティングで、フローリング材を長期間しっかりガード。ワックスフリータイプのフローリング材へもコーティング可能なんです。さらにオプションとして嬉しい機能を一つ選んで追加可能。抗菌タイプはウイルスやカビ菌、大腸菌などがコーティングに触れると増殖を抑制します。大腸菌の生存実験での結果もこの通り。多くの公共施設、学校、保育園などに導入されている技術です。業界初のアレルコートタイプは、花粉などのアレル物質がコーティングに一定期間触れるとアレル物質の働きを抑制します。なるほど、うちは花粉に悩まされるからこっちのオプションがいいかな。第三者機関で安全性、コーティング性能、機能性などの評価試験もしっかりと実施済み。安心してフロアコーティングをお任せください。これはもう迷うことないわね。うちもセラミックガラスフロアコーティングにしよう。モカ、新しいお家では滑らないね。掃除も楽々だし、見た目もいい感じ。コーティングちゃんと選んでよかった。セラミックガラスフロアコーティング、お気軽にお問い合わせください。